超高性能全領域戦闘機アーヴィン。その機動能力とは。任天堂 3DS モードでは本体を操縦桿のように上下左右に動かすとジャイロセンサーが感知してアーヴィンを直感的にコントロール。左右に傾けると旋回、旋回しながら敵機を攻撃、障害物をかわす。L ボタン、R ボタンを組み合わせると急旋回で左右に素早い移動が可能。敵機を追い詰めるなど様々なシチュエーションでアーヴィンの機敏な動きが発揮される。ブーストやブレーキを使って敵機や障害物をかわしたり、急激な速度の変化をコントロールすることができる。十字ボタンの上を押すと宙返り、敵の攻撃をかわしたり、空中戦では敵機の背後を取って形勢逆転を狙うこともできる。また十字ボタンの下を押して U ターンを使えばすれ違った敵機を追撃することもできる。L ボタン、R ボタンを素早く2回押すとアーヴィンが回転するローリング、ローリング中は敵のレーザーを跳ね返すことができる。A ボタンで発射されるレーザーは3段階までパワーアップ。A ボタンを長押ししてパワーを貯めて、もう一度 A ボタンを押すとチャージ弾を発射。威力があり近くの敵をまとめて誘爆することができる。敵機に照準を合わせてロックオンすれば敵機を追尾するホーミング攻撃もできる。照準を合わせて効果的に誘爆。 Y ボタンを押すと攻撃範囲が広く破壊力があるスマートボムを発射。もう一度 Y ボタンを押すと起爆させることができる。敵が密集しているところを狙えば一気に撃墜することも可能。またロックオンすればホーミング効果も狙える。アーヴィンの性能を最大限に生かす多彩な操縦テクニックを駆使して広大な 3D の宇宙空間を駆け巡る。スターフォックス64 3D。 本ソフトは任天堂 3DS 専用ソフトです。任天堂 DS、DS Lite、DSi、DSi LL では遊べませんのでご注意ください。